根室駅は北海道根室市高和町2丁目にある北海道旅客鉄道根室本線の駅である。電報略号は根ム事務官高度は11454。1978年の根室駅と周囲1キロメートル範囲。右側の下が本線釧路方面で、右上隅に向かってカーブしていく貨物線の 林光線の軌道跡が2つの道路に転用されて残っている。その転用道路が変更する位置からは、かつて海軍根室第二飛行場へ向かう軍用貨物船が分岐していたが、駐車場になっていて軌道跡はなくなっている。駅舎は大きな木造で短式ホーム一面を有しており、駅裏は多数の仕分けもしくは留置線が分岐して、 斜めに設けられた一本の通路線へ合流している。この通路線の一方は、駅集団で本線から伸びる、折り返し線へ合流する。もう一方は、駅裏の整備車庫へ向かい、途中に青い、小さな保線車庫や、転車台を有する、小さな機関区への入出庫線が分岐している。その内側にも留置線群の一番外から、釧路側へ分岐して青い車庫へ向かう入出庫線がある。 駅舎横の釧路側に一般貨物ホームと2本の引っ込み線。釧路側に向けて石炭のヤードと二項線。駅裏には三角状のコンテナホームと折り返し線から分岐する2本の引っ込み線を有している。なお、根室拓殖鉄道の根室駅は、この写真の右上方向外側のアリーソ町に設けられていたため、直線距離でも800メートルほど離れていた。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成戦前の根室駅かつては、日本最東端の駅だったが、1929年から1959年には、根室拓殖鉄道の羽舞駅に、1961年以後は、新設された東根室駅にその座を譲っている。なお、有人駅としては当駅が、日本最東端に該当する。 単式ホーム一面一線を持つプレハブ構造の地上駅。ホームの北側に接して平屋の駅舎がある。構内の南側にはホームの内服本線が一線引かれており、着回しが可能である。社員配置駅。緑の窓口、自動券売機が設置されている。管理駅として、姉別駅東根室駅間の各駅を管理下に置いている。 1998年10月31日までは、即戦軍の南側にコンテナホームが設置されていた。また、駅周辺にあるバイタン所への専用線もあった。2015年3月31日まで営業していた駅レンタカーは、JR 北海道レンタリースが保有する車両を常備配置していないため、根室市内で営業している、トヨタレンタリース釧路から必要の都度車両の耐着を 受けて営業していた。なお、かつて、日本最東端の駅であったことと、隣駅の東根室が、現在の日本最東端の駅であることもあり、当駅の緑の窓口では、両駅の後見入場券、ご当地入場券、東根室駅が、かつて販売されていた。2018年6月1日より、花崎線区間でのご当地弁当を楽しむ取り組みとして、 根室駅を発着する一部列車で、ホームまで一家に記す駅弁を届けて販売する、サービスを実施している。根室市の代表駅。周辺は、公共施設などの大半の施設が集積する。根室市観光インフォメーションセンター1階の、根室駅前ターミナルに発着。根室交通により、のサップ岬方面などの根室市内路線や中し別空港連絡バス、く路市方面及び、 札幌市方面の都市間バスが発着する。発着路線は根室交通路線バスを参照。ありがとうございます。